はい、えー、それではね令和2年度、えー、12月の担当式本試験ですね、えー、回答速報動画財務会計論を始めさせていただきます、えー、担当はレックス専任講師鍵山ですよろしくお願いしますはい、えー、本日ですね担当式本試験、えー、お疲れ様でした、えー、まあ一日のですね長丁場の戦いの中ですね、まあ、非常に疲れてると思いますけれどもマ、えーまあ、レックのもですね財務会計論の回答がですね出揃いましたので、えー、まあ簡単ながらですね速報動画あ撮らさせていただきますはい で、えー、まあ感想ですけれども、今回ですね12月の担当式本試験まあ非常に難しいという印象を受けました。えー、財務会計論もですね、えー、まあ難易度が高くまあ全体としての得点というのはですねおそらくこうグッと下がってくると予想されます。で、えー、もうね素直にボーダーからですね、えー、お伝えしていきますけれどもはい。 まず理論ですね、えー、今回、理論ですね、10代出題されましたので、まあ、前回のですね、えーまあ、平成31年度の本試験よりも、まあ、台数1台、ねあのー、増えております。で、10代のですね理論の中で、まあ、棒田としては6台から7台ですね、えー、取っていただきたいなというところですね、はい、できればまあね計算が難しいので、まあ、できれば7、あのー、取りたいというところにはなります。 まあ印象としては、ですね、計算に比べれば理論は優しかった、えー、という印象を受けましたが、えー、まあそれでもですね、まあ、例えばヘッジの部分であったり退職給付のですね、えー、まあ少し変形した問題なんかはですね、難しかったのでなかなかこう10代中9代とか8代とかっていうのは難しかったかもしれません。はい、なんとか7代です、ね、取っていきたいというところです。まあ、レベル感としては、 まあ標準レベルですかね。えー、はい。でそれに対して計算ですね。えー、計算の出題形式は、えー、個別問題が12題、えー、総合問題がいつも通り1題の、えー、6つのですね、えー、回答箇所が、えー、あったというところで、まあトータルですね個別の、えー、ごめんなさい計算問題は18題ですね。はい。でその中でまあ個別の計算はですねまあ12題ですけどもまあ半分ですね。まあこれ難しかったですね。えー、なかなか分量もですね。 あの多い問題も見受けられましたし、まあ、一瞬で解けるような問題もあったんですけれども、うん、ただまあ前回、えー、まあ平成31年度の本試験に比べればですね一瞬で解ける問題っていうのは少なくなりました、ねまあ、その分ボリューム感っていうものをです、ね、受験生は感じたと思いますし、えー、まあボリューム感がある中で単純に集計をしていくっていう問題はあまり多くありませんでしたので、えー、まあ難しさっていうものをですね、えー、強く感じられた方が多かったのではないでしょうか。ははい、えー、そして連結会計の総合問題はですね えーまあ、6箇所の回答箇所がありますが、まあ、できれば3台ぐらい取りたいかなと2から3ですが、まあ、ここもですね まあ決算日際が出ています対策を立てられていた方はですね対応できた方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、論点としてはややマイナー気味の論点でありますので、まあ、決算日際の対策をですね十分に立てていなかった方はですねなかなかこう厳しい戦いになったのかなと思いますなのでまあの、ね、差異の関係がない部分で得点を何とか2箇所拾っていければ、まあ、戦うことができたのかなというところになりますのでそこまで、あ、に関してもですね少し難易度が高いというか、まあ、少しね論点としてはマイナーなものが出ていたので。 えーまあ、見慣れないような、えー、印象を受けた方も多かったのではないかなと思います。はいでえーまあ、理論が10分の6から7、計算の個別が12分の6、そこまでが6分の2から3と、えーでまあ、トータルするとですね、まあ、点数としてはおよそ、まあ、108点から116点トータルで取れれば、まあ、もう御の字かなというところですね。で個人的には まあ、もう少しですねマイナスアルファが出てくるかなと思いますので、えー、下にボーダーはぶれるかなとでもう4点ずつぐらいは下にぶれてもおかしくはないと、えー、考えていますので、えーまあ、割合で言ったらですね、まあ、6割届かない財務計論の合格ラインとしては6割、えー、届かないので、まあ、6割取れた方はですね財務課計論で足を引っ張るということは全然ない、まあ、むしろですね、えー、財務課計論で引き上げてくれる科目になったと思います。 ただまあさすがに5割100点を切ってしまうというのはね厳しいのでまあなんとかですね、えー、まあこの110点前後というところをですね一つえ合格ラインと、えー、まあ今の段階では考えておりますはいただまあ毎回そうなんですけれども、えー、まあ今日ね、えー、この担当式試験当日問題を まあ講師スタッフが問いて、えー、まあその中でですね、えー、話し合ってまあボーダー等々です、ねえー、まあ決めていますのでまだ生の受験生の声っていうのは、まあ、個人的に連絡をくれた方もです、ね、いるんですけれどもそんなに多いです、ね、生の受験生の声を取り入れているわけではありませんので、まあ、ボーダーというのはですね、えー、こう逐一、皆さんですね、えー、まあネットなんかで確認をしていただければと思います。でまたリクのだとですね、えー 来週の土曜日、ですね、1週間後の土曜日に、えー、担当分析会がありますので、えーまあ、そこまでにはです、ね、ある程度のこう情報収集をして、もう少しですね、角度の高いボーダーというものをお伝えできるかと思います。はい、なので、まあ、ちょっと今の段階の暫定的なもので、えーまあ、あくまでもね、講師の主観が、えー、結構多くね、入っている,るボーダーであるということは、ですねあらかじめご了承いただければと思います。ははいいい、えーまあ、全体としししては非常にに難難ですね、うん、個人的には結構難しい 問題だったんじゃないのかなと思いますので、えー、まあ、出来がね。こう芳しくないという方も結構多いとは思うんです。けれども、えー、まあ、落ち込むなっていうのはなかなか難しいかもしれません。けれどもまあ難しい問題だったということでですね。まあ、必要以上にこう落ち込まずになんとかね。こう前を向いてえー、まあ、次の対策っていうものをね立っていけるような準備をしていただければと思います。はい、では各問ごとのですね。回答とえー。一応正当可能性。 まあここに今プレゼンター移しますので、えー、皆様はですねこう動画の方を一時停止して書き写していただければと思います。一応口頭で、えー、一通りですね読み上げていきたいと思います。モデルの一から十までですけれども、えー、正徒可能性、えー、読み上げていきますね。高中中中高ですね。高中中中高で六から十が中高高低高ですね。はい。で書いたの方が一四二四三五六三四一となっています。 で始め通して読んでしまいますね、えー、問題11から20正当可能性中低高高中ですね中低高高中で16から20が中中中高高、ね、中中中高高、ね、で書いたの方が56234 26453となります、ね、はいで最後21から28ですね正当可能性ロ、ね、高高高,高中高高高中、ね、で最後の4台25から高中低低 こう停停回答の方が 2, 6, 1, 4, 3, 2, 1, こう見るとまあ先頭から先中があの多いかなというところですね。 での可能性、項のところもですね確実に取れるものもあれば、項の中でもねちょっと取りづらいようなところもありますので、えーまあ、本当に印象としてはね難しい財務活論だったかなという印象を受けます。はい、えー、では、ここからですね個別の解説、ですね各計算問題、えー、理論問題の解説の方に入らさせていただきます。ただまあ、ね、時間の制約もありますので、えーまあ、詳細解説というのは、ですねまた、えー、後日、過去問レビューであったりだとか、ですねそういうところでお伝えをしていきますので、今日はまあ、えー ピンポイントでポイントになる部分だけねあの解説をしていき、まあ、特に総合問題の方はです、ねえー、ま今日中身の方は触れていきませんので、えー、また後日ですね解答解説冊子であったりだとか、まあ、講義の中でね、えー、総合問題の解説なんかをお伝えしていきたいと思います。ははいい、えー、それでは順番に見ていきましょう えー、まず問題1理論ですね、えー、理論は基本あち間違ったあ問題誤っているね選択肢の解説説明をさせていただきますはい、えー。問題の1位はですね正答可能性はあこうになりますで間違えてるところですねうとえですねう、えー、とえで まず重要性の原則による質的な重要性が乏しいものは、ひさまたふさいとして計上しないことができるとありますけれども、あのまあ、この企業会議原則、さらに同中会のです、ね、重要性の原則に記されている、えーまあ、この質的重要性が乏しいものは、ひさまたふさいとして計上できないことができるとするです、ね、えーまあ、この記述はです、ね、仮払い金と、えー、仮受け金が、えー、この重要性の原則のところにです、ね、含まれていないので、えーまあ、そこでツになります。まあ正当から化るこうなんだけれども、ちょっとね、難しいですね、中寄りのこうだと思ってくださいいやや細かいとはい。 ただ、逆に a はですね。これ確実に判断していただきたいなと思います。重要性の原則は表示に関しては適用されないとありますが、これ表示に関しても適用されますはい。なので、まあここは確実に判断していきたいとなので、a はね。必ずバツということが分かりますし。しまあ、あもまるということが判断できます。えー、で。 まあ、もですねこれ丸というのはですねおそらく判断できると思いますので「う、まあ」の選択肢はややですね×が、えー、細かい、えー、というところは言えますけれども、えー、なんとかね他の選択肢からここは正当を導くことができたかなというところですね。はい、えー、それでは次行きましょう次がここ最近のトレンドですよね、えー。流動資産に区分される金額の合計額を選びましょうと。ね、流動資産に区分される金額の合計額。ね まあここ数年の本試験ではよくですこの類の問題が出ています。えー、ただまあその中でも今日ですねこのモデには若干え難しいかなという印象を受けました。はい、えー、ではここは数字検討していきます。えー、まず一番現金預金の中には満期日がバツ2年8月31日の定期預金が含まれると。 でこれ、えー、決算日が ×1 年3月31日になりますので、えー、この満期が ×2 年8月31日の定期預金は決算日の翌日から数えて1年を超えての満期が到来ですからこれ長期戦預金になります。なので流動には区分されませんので、えー、現預金4万8200からこれ今2万引いていく必要がありますよはいいい今引いていきますよ。 で次2番ですね。えー、売り書金には長期に対流し個別の貸し取り引き金を再現金額の全額に設定している、えー、5,550円が含まれると、ねえー、長期対流売り金五金5,550円全額について貸し取り引き金を設定しているということなので、えーまあ、これにつきましては売り書金から控除していきますね5,550円ですか、まあ、その5,550円の売り書金全額に貸し取り引き金が5,550円くっついてるわけですから、ね、で貸し取り引き金は、まあ、資産のマイナスですから 引いていきます。でそれ以外の売り掛金つまり85,550円計上されている全 T.B. の貸し倒れ引立金ごめんなさい売り掛金ですね売り掛金から5,550円引いた残りの8万部分に0.5%の貸し倒れ積立金を、えー、設定していると8万の0.5%はい400円ですね400円は8万に対するですね8万の売り掛金に対する貸し倒れ積立金なのでこれマイナス400引いていくと。はい。 で続いて4番ですね、有価証券の内訳が記されております。有価証券の内訳は売買目的で保有する上場株式2万5000、そして満期保有の、えー、債券ですね、1万2000と、あと親会社株式が、えー、8000ですね、含まれているとで。上場株式はこれ売買目的ですから、期末時価評価します。で上場株式の時価が3万2000ですから、えー、この3万2000は売買目的、有価証券、流動資産に区分していき、預金中に満期になる社債、えー、これは1年基準で、 流動に含められていきますで親会社株式はこれ自体なく処分される予定ということなのでまあ予期中に処分ということがね、えー、認められるとそう考えてこの8000も集計していきますはい、そうすると売買目的の有価証券は、えーまあ、この合計額ですね5万2000ですね5万2000を集計していきますはいだからもう4万5000はもう罰しちゃって5万2000これが売買目的有価証券ですよとあごめんなさい有価証券ですよと流動産に組分される有価証券ですよと はい、で製品と資掛かり、いっちょっとですね覗いて、前渡し金の打ち内訳が、えー、商品購入のための5000と工場建設のためのえ5万5000とありますが、まあ、工場建設のためのですね前渡し金というのはまあ建設借り勘定に相当すると考えられますので、えー、これ、固定ですね。はい、なので、商品購入のための5000これが流動になります。はい、なので、前渡し金から5万5000円を引いていきます。 でその他の流動資産はそのままその他の流動資産でカウントしていきます、ね。まあちなみに、ね、流動資産に区分されるですね金額の合計額はまあこの部分を集計していけばいいわけですね。で最後まあちょっと指示が読み取りづらい五番ですかね、えー、冷静に、えー、読んでいかなければ少し難しいかもしれません指示の五番はい、えー、製品および仕掛かり品のうち 販売価格相当額4万5000円については見込み違いで販売価格を20%下げないと販売が困難であるということなのでもともと4万5000円で売ろうと思っていたんだけれどもそれはちょっと難しそうだということで20%下げるとただまあその製品と仕掛かりの母価が製品2万5000円と仕掛かり品7000円なんですねれトータル製品プラス仕掛かり品3万2000円の ものを、まあ、いくらで売るのかっていう話で、製品と仕掛かり合わせて、これ三万二千ですよね。製品と仕掛かり合わせ、て三万二千。で、もともと設定されていた。売価が四万五千で、ただ、そこから二十パーセントカットしていく必要が出てきたと。二十パーセントカットと。はい。そうすると、まあ80、八十パーセントで売るわけですから。三万六千で、ね。売っていこうと。はい。三万二千の。 製品と仕掛かり品が、まあ今の段階では三万六千で売れるとすか。はい、これ倍かですね。二十パーセント、オフした後の倍か、でこっちがまあ簿価です。なので差額まあ四千儲かると思うんですけれども、ただ、ですか。コストがさらにかかってくると、ちょっと色変えていきますが。仕掛かり品完成までの製造コストが五千で、あとは販売直接経費が二千と。で、そこから、まあ七千の金額が差し引かれて。 この三万六千から七千の金額が差し引かれて賞、ね、正味売却価格ですね。正味売却価格というのは、まあ売価からアフターコストつまり見積もり販売直接経費や製造コストを引いたものになりますので、そうすると正味売却価格はこれ二万九千になりますね。二、はい、万九千になりますよと。ということで製品と仕掛かり品の簿価が二万九千ということになります。 製品と仕掛かりの簿価が2万9000。まあ評価損が3000出るわけですね。す商品売却価2 9000。だから簿価を下回りますからね。簿価の3万2000を下回って商品売却が2万9000なので、えー、この製品と仕掛かり品ので3万2000部分については2万9000で評価をするとす。製品プラス仕掛かり品の3万2000部分は2万9000で評価をすると。はい。 なので3万2万二千部分が2万9千で評価をしていきますのでまず製品プラス仕掛かり品ですね2万9千この全提日に載ってる製品プラス仕掛かり品のトータル4万2千のうちの3万2千を2万9千で評価するんですねちょっとここ難しいですよね、えー、トータル4万2千のうちの3万2千を2万9千で評価するので残った1万ですねもともと4万2千ありましたとこの4万2千のうちの3万2千を2万9千で評価するんで 残った1万部分はもともと取得原価1万で評価をすると。はいまあ、要は3,000評価損を計上するというだけなんですけどね3,000の評価損を計上すると。1万部分はもともとね、えー、評価損で出ない部分ですから4万2,000のうちの3万2,000について3,000の評価損を計上し4万2,000のうちのえ1万については取得原価で通常通り評価すると。はい、でこれらの金額を合算していくと4番にえなります。 まあ少し難しいですよね。まあ、特に4番のあたりが難しいと思いますので、まあ、正当化の際は宙にさせていただきました。はい、えー、それではついていきましょう。次が問題の3で。えー、建物及び機械の bs カークになります。まあ、これはちょっと解きづらいですよね。取れているのは建物と機械の bs カークの合計額。 でこちらにつきました建物 A が3285万,万で取得されで累計額がです、ね、これ 1, 1, 1 2千4百5000なのでこれ取得してから11年経過してるんですねこの累計額と原価償却費の割合からです、ね、計算すると11年経過しているので建物 A の残存体の年数が19年のところでこれ修繕回収してるんですね残り19年のところで回収していると。 改修によって耐用年数が5年延長されたので、えー、24年になってるんですね19年から、えー、24年に5年伸びてると19年から24年に5年伸びていましてでこの耐用年数の延長分に関しては資本的質として建物にですね乗っけていくわけですねで改修代金が 216万ですから216万のうちの24年分の5年を資本的質として建物に乗っけていきますそうすると資本的質がこれ45万になるんですね45万資本的質が45万とで、まあとは残存ゼロですからそれをベースに、えー、建物の金額を求めていけば OK と。 なのでな具体的には、えー、3285万から、えー、機種の累計額1204万5000を、えー、差し引いてそれと45万を加えていって、えー、24年分の23年ですねは,はいちょっと全体を垂れて,ていきましょうか、えー、3285万から、えー、累計額の1204500を引いていくと。 万千になりますでそこに資本テキストの45万をのっけていきますね。45万のっけていくと2125万5000ですね。2125万5000。でこれを、まあ、残存ゼロ残り24年で焼却していきますんで、まあ、割る 24×23 で、えーまあ、冬季末の母価、末 ×4 年度末の母価が出てきます。これが2036万9375と。はいこれ建物ですね。 2036万9 3 7七十ですか、まあ、これ別に難しい計算ではありませんただまあそれが、ね、立て続けになるとちょっと難しいかもしれませんで2番は建設仮勘定700万ただその他にですね、まあ、建物を完成して引き渡しを受けてそれに関する未払いがありますけれども建物は完成して引き渡しを受けてるんで、えー、まあ未払いの500万これも建物の金額として当期、えーまあ、焼却計算をしていきますはいで トータル1200万を計上してで,で、えー、半年分の減価償却費を計算していきます、えー、×4 年10月1日ですね、えー、ここで引き渡しを受けて事業のようにこうしていますのでこの700万と建設管理定七700万と、まあ、未払いの500万合わせて1200万の、えー、建物を使っているわけですから半年分の償却計算をしていきますでその償却費が半年でこれ対応年数が 三十年ですね。三十年なので二十万ですね。償却費が二十万、半年でですね。二十万ですから期末の建物 B の簿価が一千百八十万ですね。はい、これ建物 B と。で A が二千三十六万九千三百七十ですね。B が一千百八十万。 で最後、工場の機械について総合焼却していますね。はい、で、これ、総合焼却の機械、平均対応年数を計算すると、今度、5年なんですね、平均対応年数計算すると5年と。で、5年で焼却をしていきますが、Y が除却されますので、Y を差し引いていくと。で、この機械、XYZ の合計のぼかが、これ、2000万で。 これ2000万で,で今2年ですね、耐用年数5年で焼却してるんで、陶器末現在、まあ、つまり除却処理の前の機械の母価がこれ1200万なんですね、これ除却処理前。はい、でそこから機械 Y を除却していきます。で機械 Y は陶器、えー、末の母価これ問題文の指示から平均耐用年数に基づいて機械 Y の母価を計算するとありますので、だから平均耐用年数に基づいて機械 Y の母価を計算すると、 まあ機械はを5年でね焼却して2年経過しましたその残高いくらでしょうってことですねそうすると残ってるのは360万この600を5年で割って使平均対応の数の5年で割って今2年経過してるんで残りは3年分ですよねなで600万かける5分の3で残りがこれ360万ですから、はい、ここから360万を引いていきますでここから360万を引くと残りが840万に 確かなるんですね,そうですね万でこれが機械の母貨になります。840万足す。1180万足す。えー、2036万9375、ね。この合計で、えー、回答2番出てきますので。はいまあ、これも まあ、3つ合わさると、なかなかね、解き応えがある問題にはなるかと思いますので、えーまあ、ややですね集計、えー、難しいかなというところで印象を受けました。はい、まあ、必ず正解というのは難しいですけれども、えーまあ、問題2、問題3、どちらも正当化能性中で、まあ、やや難しいですが、まあ、どっちかは正解したいかなと、どっちかは正解したいかなというところです。はいでは、続いていきます、問題4、賃貸と不動産、ここ最近、賃貸と不動産ですね、何回か出ています。はいい、まあ、論点ととしてちょっと細かいですが まずあですね将来があの使用が見込まれていない有給不動産は賃貸等不動産には含まれないとありますが、えー、これ将来の使用が見込まれていない有給不動産は時価での処分が見込まれるので結局、時間の情報が重要になってくるとだから賃貸等不動産に含まれるということでしただから、あが×ですね。はいで、いの判断は難しいですが、まあ、これ結果として丸になります。で、まあが一番典型ですからここの×を判断しつつい、うんまあ、はちょっとわからないかなと思うかもしれませんが。 まあのところですねこれまああれですが賃貸等不動産として使用される部分の割合が低い場合つまり賃貸等不動産として使用される部分とそうじゃない部分とですね混合されているような不動産賃貸等不動産として使用される部分の割合が低い場合は賃貸等不動産に含めないことができるとまあこれ容認規定ではありますが一応レジュメに載ってるなんとかこう判断してもらいたかったところではあるんですね。 A は,いでエはですね、これバ×ですね、賃貸と不動産に関する損益の情報については、PL に記載されることから中期は不要とありますが、まあ、これは中期は入れていくと、まあ、ちょっと常識的な判断になります、まあ、時間もね開示していきますけれども、それに関する損益も、えー、中期をしていくという部分なので、A、えーまあ、は絶対判断していくと、ではちょ U と A の、ね、選択肢の兼ね合いから、なんとか、ね、回答を導いてほしい問題ではあります。ただ正中では続いていきます、次は負債に関する問題ですね。 ここは正解が必須です、はい、前受け収益を流動と固定に、えー、記載をしていくという記述なんですがあのこれ企業会計原則や財務諸表等規則によればあの1年基準が厳密に適用されるのは前払い費用だけでしたよね。 なので前置き収益は確かにねリースセールリースバックだとかあとは振り益処理のところで長期前置き収益が出てきますけれども、えーまあ、あれはリースの基準だとか外貨の基準に基づいた処理になりますので企業会計原則だとか財務省と規則に関しては言えば1年基準が適切なのは前払い費をのみしたがってこの規則は罰になります、はい。ただこれは判断してほしかったと。はいで、うはですね引き当て金の計上ですけれども発生の可能性が不明な場合であっても引き当て金を計上するとするですねこの、えー、選択肢は当然罰ですよね。はい なのでこれは必ず正解をしなければいけません。はい、では続いていきます。次が問題の6で、えー、資産除去債務がですね、その都度発生するケースですね。使用の都度発生するケース。で、えー、まあちょっと難しいですね。えー、一応財表のレジュメの方には数値ベースで放り込んではいるんですが、その容認規定ですね。その容認規定が5番ですね。はい。 えー、使用に応じて発生する除去費用は一旦資産に計上しその計上時期と同一の期間に資産計上額と同額の金額を費用処理する方法と、まあ、要その容認規定というのが採用されております。はい、で、見ていきますと、えー、設備 A を除去するときの支出が、えー、3000と見積もられていてそのうち2000は取得時に発生し1000についてはその後4年間にわたって250ずつ徐々に発生するというものになります。はい なので初めの2000については取得時に発生するんで、えー、これ、えー、設備への取得減価2万に乗っけていきますそうすると設備への母下が、えー、取得減価が、まあ、これ2万2000になりますからね2万2000になりますよでちなみにこれ、あのー、割引率ゼロですから割引計算考慮しなくてもいいよという説明です、まあ、先生って本試験の問題ですねで減、えー、価契約が取られていますのでこれ2万2000割る、えー、5年で、まあ、4400にしたいんですけれどもただその都度発生する1000万 まあ1000割る、えー、4分の1、まあ1000かける4分の1の250ですよね。かけるまあ4分の1、毎期250ずつ資産除却債務が発生するんですけども、この250の資産除却債務ってまあ資産に一旦計上して費用処理するんで、まあ減価償却金通常含めて処理するというふうに考えていきます。なので22,000割る5年、22,000割る5年で4,400を計上した後。 この資産に計上して費用処理する250これを減価償却費に乗っけていきますそうすると4650十なんですね4650十とまあ資産に計上していくとはいで回答は5か6ですね5か6になりますで除去に関する支出これが設備 A の除去時に5700支出されでまあ3000千については 取得時もしくは、えー、その後の使用に応じて資産除去債務ですね資産の上に計上することによって費用化されていますよね5700のうちの3000は取得時に2000取得に、えー、使用の都度ですねすみません使用の都度1000トータル3000費用化されていますんで残った2700が、まあ、いわゆるその利口差額という部分ですね、えー、最後見積もり誤り まあ見積もりがねうまくできなかったことによって費用を計上しなければいけなくなってしまった部分これがまあ資産除去費用と、えー、なのでまあこれ5番ですね27005700のうち3000は見積もり通りできたわけですよだか,らだから残った2700が、えー、除去をするときに費用計上する金額とまあ利子座額って書いてあればね、あのー、これも簡単だったかもしれませんがあ資産除去費用というちょっと見慣れないね、あのー、科目だったのでこれも戸惑ってしまったという方が多かったのではないでしょうか でかつまあ論点も、ね、資産除去債務が使用の都度発生するケースということで、まあ、そのみんながみんな、ね、がっつりと対策を立てるという部分ではないと思いますので政党、えー、からは中とさせていたただきました、はい、では続いていきます問題7もうこれは設明レベルですからこれはもう必ず正解しなければいけませんこれについては特に解説する内容はありません、えー、ちょっと間違いやすいところとしてはこの新株予約,付け新株予約権付き者債について、えー、非分離型ワラント債 これ2年3月31日に50%が権利行使されていますけれどもこれ現金の払い込みを受けていますからねだから社債はあの消えていないというところをここ注意してください、現金払い込みを受けていますよとはいでこの非分離型ワラント債っていうのを言葉に惑わされちゃったとっいう方もいるかと思いますけれどもただ、これがなければね普通の新株予約権付け債ですよ。 で下が転換者債型って書いてあるので要は転換者債型ではないっていう風にね、えー、なんとかご判断を働かせていただきたかったところではありますはいだからこれはもう正答が必須の問題ですね正答可能性はこうですで続いては問題8ですね問題8これはですね分量多いです分量が多くてうーんまあ、集計も多いのでまあ、個人的にね正答可能性は中でもいいのかなっていう まあ思いはあるんですけれどもただ今回ですねここを正解にしないとなかなか合格点に達することができなくなってしまうんですよ。でかつまあ問題自体はこれ入門期で扱っている問題ですから多少集計量が多くても今回のですね他の問題の難易度を考えた時に、えー、これは正解が必要かなというところで、まあ、こうにさせていただきましたが、まあ、中寄りの講ですね当可能性中寄りの講だと思ってください。ただ内容自体はオーソドックスです集計量が多いだけですから、えー、ここも解説は特にあのしていきません。はいそうですね まあ入門の問題集なんかであるようなものですので、まあ、入門者なんかはですね逆に解けたのではないでしょうかというところで、えー、まあこれも正当はまあ一応できていただきたい問題ですはいでは続いていきます問題9、えー、これは収益認識に絡んで、まあ、新基準ではないんですけれども、まあ、現行上の収益認識に関するお話で予約販売と受託販売に関する収益の合計金額ですね、えー、これを選びましょうとでこれまあ指示が多くてですね、まあ、正直 簡単なんですけども、まあ、なかなかこう迷った方がねあの多いと思うので正当化のせをこれは手にさせていただきました。 まあすごいね惑わされるような、えー、文章、特にこの資料の5番ですかね、1の5、予約時における顧客との間のですね合意、まあこれがなかなか厄介で惑わされたという方も多いと思いますけれども、えー、ただ、まあ至ってシンプルに考えてみてください、予約販売の収益認識っていうのは、先にお金をもらっているわけですから、えー、引き渡し時にですね収益を計上すると、はいで上巻引き渡しているのが当期ですから、えー、上巻の部分の5万5千を収益認識すると、まあ、ただそれだけなんですね。 で受託販売については受託販売の手数料がこれ受託者の収益ですから、まあバツにね、×4 月10日にですね仕切り生産書が送られてきた、まあ、送ったわけですけれども、えー、バツ ×1 年度に販売した商品の仕切り生産書ですから、えー、だからバツ ×1 年度の収益として計上していきます、はい、なので回答は4番ですね、まあ、ここはもうシンプルに考えていけばというところなんですけれども、うんまあ、なかなかね余分な資料が多くて逆に まあ、こ万5,000と2 8 8条をです、ね、合算しただけで、えー、正解になるって、まあ、思った人もいると思うんですけどもただそれだと簡単すぎて他の試は何だだっ,っていうふうにですね、えー、こう逆に懐疑心を、ね、発揮してしまって迷ってしまったっていう方もいると思いますので、まあ、ここは正解できなくても仕方がないかなと思います、まあ、正解できた方はラッキーだと、えー、思っていただきたいと思、はいます。 では問題の十ですね。この理論は絶対に正解しなければいけません。会計上の変更と合併の訂正に関する会計基準の問題で、バ、え、ツ、ー、足はうとえですね。えー、まずウ、えー、これ会計処理の変更に伴って表情報の変更がそれ変更が行われた場合は、これは会計方針の変更として取り扱っていきますので、えー、これはバツですね、はい。これは絶対正解にしなければいけません。はい。あと五ビですね。会計方針の適用誤りや表情報の誤りは財務諸表の基礎データ には影響しないため、5分には該当しないとありますが、これも5分に該当しますよということで、まあこの2つがバツですね。はい。まあこれは絶対に正解が必要です。で、問題11ですね。まあこれも一瞬見慣れない問題かなと思うんですが、内容自体はこれ難しくないです。えー、問われているのが PL に計上される売上原価ですね。PL に計上される売上原価の合計が、えー、これを求めましょうと。 でちょっとこれはボックス書いていきますね。ね、えー、書いていくのは商品ボックスとあと繰延別仕入れ書価理費のボックスと、えー、書いていきます。まあこれが普通の仕入れ商品ボックスですね。あとは繰延別仕入れ書価理費と。ですか。はい。で。 まあ仕入れ見ていくとねこれ繰り越し商品が420ありますけれどもあの仕入れ戻しがあります、えー、あごめんなさい仕入れ値引きですねすみません仕入れ値引きがありますんで、えー、まあこれ見慣れないんですけどもなんとかこの繰り越し商品から繰り越し仕入れ値引きを差し入れて機種の商品が405と判断をしていただきたいとまあちょっと難しいですよねでもね で仕入れの方も普通に仕入れ値引きがありますから仕入れ3560から仕入れ値引き163を引いて3397かな3560から163引いて3397を仕入れにしたいと。はいで期末も同じなんですね。期末の方もはも、い、商品の棚卸高が440で値引きが26あっているので440引く26で期末が414と。 だから値引き込みのですね仕入れ勘定にして、まあ、商品ボックスにして売り上げを求めていくとはい、まあ、そのイメージとしては旧文法的なものを採用しているということですよね。なんで、えー、これで計算すると利源が405たす3397-414で、えー、3388ですね。3388と。で、くる延び仕入れ証がかかる、ねまあ、こちらのほうが合議では使っているのでここは。 できていただきたいんですけども、繰延し入れ償還日がまあこれ上から三つ目二十、で当期の資入れ償還日が三百二十、で期末の繰延資入れ償係費ですねこれが期末商品に関するですね繰延資入れ償還日まあ資入れ償還日が四十八ですから四十八差し引いて二九二かな二十足三百二十引く四十八でですね二百九十二はいこれが売り減に入っていきますまあこれですね売り減に入っていくと。 でこれだけじゃ終わらないんですよこれが棚卸さんに関する売り減でかつ次工事ですね工事完成基準を適用していまして、えー、工事原価12680そして工事損失引き当金ね計上していきますのでこれ380繰り入れ額つまり売り減の中に入っていきます。カレンダに工事損失引き当金は計上されていませんので当期に3 8 0まる工事損失引き当金繰り入れ額を計上して、まあ、いわゆるその完成工事原価売上原価の中に入っていくと。 で最後、商品評価損も280計上するんですけどもそのうち26は臨時かつ多額ですからこれ特損に計上する商品評価損なので20はこれ、売り券の中に入れていかなければいけません。はいなのでさっきボックスで計算した3388と2922、えー、工事原価の126802工事損失比較的確にクリエイターが380商品評価損の売り券計上部分ですねまあいわゆるその通常の部分20、えー、これを加えていくと5番16760になります。はい まあ、とは言っても、うん、まあちょっと解きづらいですよね。冷静に考えればというところではありますが、国のベシー値引きなんか見たことないよという方も多いと思いますので、えーまあ、いかにその旧文法とかを学習したときの発想にきつ、ね、頭を切り替えることができたかどうか、あまあ、そこが勝負になります。ただ、これもやはりみんながみんな正解できるというわけではないと思いますので、正当可能性は注意させていただきました。はいえー、そして問題の順に、ヘッジに関する理論で、これ難しいですね。えー、これは正当可能性手です。もう正解しなくても構いません。ちょっと解説だけ えー、させていきますと、えー、あと、いが×ですね、あと、いが×で、あのまあ、これ別に気にしないでください。ヘッジ全体が有効と判定され、ヘッジ会計の要件が満たされた場合でも、ヘッジ手段に生じた損益のうち、結果的に非有効になった部分は、えー、これ、クルノブ処理の対象,対象とせずに、に当期の純損益に計上しなければならないとありますが、はい、これ、クルノブ処理の対象になりますよということですね。はい、クルノブルの対象になりますよそして いいですね、えー、その他、有価証券に関する時間ヘッジを採用している場合特定のリスク要素のみをヘッジの目的としている場合ヘッジ取引開始日以後に生じ当該リスク要素の変動にかかる時間の変動額とその他のリスク要素の変動に関する時間の変動額ともに純資産ごめんなさい純損益に計上するとありますがあのその他のリスク要因の変動にかかる時間の変動額これはですね純資産に計上していきます純損益じゃないんですよ。これ純資産 前者は純損益であってるんですよ当該リスク要素の変動にかかる時間の変動額は純損益その他の部分についてはこれは純資産に計上していきます純損益ではないとただもうこんなのは正解する必要はありませんのでここは完全に埋没です純資産でまあ強いてあげるんであれば A はですね講義中は使っていて計算でもやっていますので A をなんとか丸にしていき でそこからまあ三択で選ぶと、要は絵を丸にできれば、あいごめんなさい三五六ですね三五六の三択になりますから、まあ六択が三択になりますからね、六分の1が三分の1になって確率が、えー、まあ単純に上がりますので、えー、まあそれでまあ少し確率を上げていくと。 まあそれれがでできれば同じかなとというところですね。やっぱり、あのー、分からない問題でもですね確率を上げることができれば、えー、それだけ正当に近づくわけですからまあそういったね、まあ、多少運の要素でまあ選択肢を絞るっていうのは運でもないですけれどもねまあなるべくね、えー、こういう選択肢を絞るというところもですね、えー、積み重ねていくとまあ当然正解の率っていうものは上がっていきますからまあ少しその運にはなってしまいますけれどもね。はい。 ただこれは正当可能性低なので、まあ、正解する必要はありませんはいでは問題13これは正解してほしい問題ですね後者、えー、が作成する登記末の BS に計上すべきその他有価証券評価差額金の金額とはいでは行きましょうか、はい、A 社株式はこれ900ですねプラス900で B 社株式はこれプラス800で C 社株式はこれマイナス200と、まあ、全部順位差直入補塞をしていますので であと税効果は後でまとめてかけていきますので、とりあえず今、税効果を無視、えー、しています。で、その次ですね。D 社株式については、時価が著しく下落して回復可能性が不明なので、これ、減層生じてるんですね。減層生じてるってことは、その他有価証券でもう評価差額に出てきませんので、ここから評価差額に出ませんよと。はい。で、一番の引っけポイントはこの E 社株式かなというところですね。えー、e 社株式は2000株。 E 社の発行済み株式のうち120株を保有しているんで割合で言ったら6%持ってるんですね6%持ってるとで時間を把握することは極めて困難ですからまああのー、実質価格が著しく低下してれば減損を行っていきますで実質価格見ていくと後者、えー、が把握している E 社の 実質価格が4万2000-1万6000で実質価格自体が2れ6000ですね。で2万6000の6%ですね。2万6000の6%をかけていくと1560ですね。1560でこれ実質価格と取得原価を比較すると、まあ、実質価格が下がってもないですし別に著しく下落もしていませんと。でそもそもですか時間を把握することが極めて困難と認められる有価証券株式については。 取得価価で評価しますからねだから実質価格を出してもこれ元素の時は実質価格で評価しますがそうじゃないケースは取得減価評価していきますのでだからその他有価証券評価額にこれ出ないんですねこれ引っかけです注意してください。はいとするとその時有価証券評価額に税効果考慮する前が1,500ですからで税率40%で税効果を考慮すると2番の回答になります。はいまあ、この E 社株式の引っかけだけちょっと注意が必要です。 はい、ただ、これは、ね、正解していただきたいと、ね、時間を把握することは極めて困難と認められる株式は、首都原価で原則評価すると。はいえー、それでは次、リースの理論、ね、これも正解しなければいけませんね。えー、まあ、1と5が確実にバスですから。ですか 今所有権移転外ファイナンスリース取引のリース資産とリース資産の計上価格の判定なんですが所有権移転外ファイナンスリース取引といった瞬間にこれリース料総額の現在価値と、まあ、貸しの購入価格なんかとの比較が絶対に入りますので貸しの購入価格は明らかであろうがですね必ずリース料総額の割引減税価値と比較をしていくというする時点で、まあ、明らかな場合はその価格を用いるという意の選択肢はこれは×になります。はい でウはですね所有権移転ファイナンスリース取引にかかるリース資産の減価償却は自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の法により算定しなければいけないこれまだなんですけども後半ですね移転外の場合は定額法で、えー、算定しなければいけないとでリース期間の対応年数として残存ゼロってなのがあってるんですけども別に定額法に限られないんですねはいということでこれ×です×でがねもう明らかですから14は絶対に正解をしなければいけませんはいで問題の15、まあ、これも まあリースの問題で、維持管理費用相当額が入り、かつ残価保証があるケースなので、複雑なものではあるんですけど、落ち着いて取り組むことができれば、なんとか正解できたかなというところですね、難しいですよ、ただ難しいというよ難しい、引っかけの要素もありますので、そう簡単には正解できないかもしれませんけれども、これ結構ですね、平常心で、本試験じゃなく解けば解けるという人がね意外といると思うんですよ。はい,でいきます。まず残価保証があるととというところと えー、維持管理費用相当額ですね。年額千八百が含まれると。えー、これがまあ二つですね。この問題の論点になります。残価保証と、あと維持管理費用ですね。相当額と。まあリース資産とリース資産の形状価格を計算するときにいいですか。まず毎期のリース料から、この維持管理費用相当額を引いていきますので。リース料年額一万四千四百ですが。そこから維持管理費用相当額。これ見,見えますかね。 と遠くて申し訳ありませんけれども1万4400から維持管理費を相当額1800を引いて、えー、1万2600にするとでこの1万2600を毎期のリース料として割引計算をしていきます。でちなみに貸し手の計算利率がわからないので資料8番から借り手の追加借りりー利率4%を使って割引計算をしていきます。これですね、はい 1>, だから1万2600を、これ、リース期間5年ですから、5年にわたってまあ4、4%で割引計算をしていくと。ただ、最後の年度ですね、えー、残価保証がありますので、残価保証は、これ、リース料に加えて、含めて割引計算をするということでした。とい最終年度だけはこの5000を入れてあげます。はいだから1万2 6 0百5年分割引計算して、最終年度は5000の残価保証を入れてあげると、これ、リース資産とリース債務の計上価格が6万203になります。まあ、これ、計算結果ですね。 割引計算の結果、六万二百三と。で、これ、三積もり現金購入価格、六万二千六百九十一よりも。六万二百三の方が小さいので、リース資産とリース資の計上価格は、これになりますね。はい。で、これを別に4、四パーセントかけてあげると、支払い利息出てきます。え、六万二百三。かける四パーセントで、え、二千四百八ですね。これがまず、支払い利息。二千四百八と。これ、支払い利息ですよ。 これ利息で問われてるのは費用の総額になります。でこれ支払い利息。で毎期維持管理費用総額。えー、これ 毎期費用としして計上しますねこれ割引計算の中に組み込まれていないわけなので、えー、この利息の部分には反映されていません、えー、ということで維持管理予想等額1800これ費用として計上し最後減価償却ですねえー、リース社の計上価格が6万203ですけどもこれ残価保証は減、えー、価償却するときに残存価格として計算をしていかなければいけなかったので、えー、6万203から5000を引いてリース期間割る5年6万203引く5000であと割る5年ですねそうすると1万1000 1040.6でマッシャーを購入して11041はいこれ減価償却費で出てきます11041残価保証忘れないぞはいでこの三つ足していくと四、えー、番15249になりますはいまあ引っ掛けポイントが多くてまあ個人的にはすごくいい問題かなと思いましたのでまあ復習用としてはすごく適していると、えー、考えられます うん、ただ、まあ、ね、実際の緊張感の中で正解するのはなかなか難しいのかなという印象を受けましたはいでは問題の16、はい、これもここ最近トレンドの形式ですね、えー、前回出てで前々回出てないんだけどもその前出てると、はい、で退職給付に関する、えーまあ、ちょっと、ね、変形形式の問題になります、えー、問われているのは当期に計上する退職給付費用にどの,影響どのような影響を予防するのかと与えるのかということが問われていますはい であですねあはこれ従業員教室があるとということですね従業員が一部負担してくれるとで従業員が一部負担してくれる場合は、えー、これ、退職給付費を増加ですよね、従業員負担分、えー、これを退職給付費用に乗っけて計算をするということですから、はい、あにつきましては、まあ、必ず減少するとすみません。乗っけていくんじゃなくて、差し引くんですね、すみません、従業員負担分は従業員さんが払ってくれるんで、当社の費用からは差し引ていきます。 だからは必ず減少させるとでこれが分かればもう2択なんですね。あは必ず減少させると。二択とはいで、えー、これはですね平成30年1回目でもですねこれに関する計算が出てましたね、えー。リストラによって従業員さんが大量に退職した結果平均耐用年数が10年から8年に短縮されたとで。これは会計事実の変更に伴う費用処理方法の変更、まあ、費用処理の年数の変更ですからこれ見積もりの変更って考えていきます。 なんでまあこの2000の不利債をまあもう経過年数8年なんですけれども8年に短縮されて2000残ってるんだけども当期ですねえまとめて退職給付費用として一括にえ費用処理をしていくと考えられますのでこれ必ず増加ですね8年に短縮されてでもう8年経過してますから2000余ってってるんですそれはまあ一発費用処理とだから必ず増加とはい まあこれ参考になる、あのー、過去もあ平成30年1回目に出てますのでまた見ておいていただければと思います。で、ウはですね勤務条件改善した結果退職率5%改善されたとで退職率の改善によって、まあ、これ退職給付が動きますので、えー、数理計算上の際ですねあの過去勤務費用だと、えー、退職給付制度ですね、えー、退職給付のですね条件これを改定していくと。 というところで勤務条件の改定に伴う退職率の変更に伴ってですね退職予算務とか年金資産案が、まあ、年金資産ずれませんねすみません退職予債務がずれた場合はこれ数理計算上の際になりますので,で数理計算上の際は本問はあの発生したけの翌期から費用処理ですからこれ当期の損益には影響を及ぼしませんのでうですねはい数理計算上の際で絵もこれ数理計算上の際ですから絵も数理計算上の際が発生しているんですね まあ重要性基準ってする決算調査が発生していますが、そもそも予期からの費用処理ですから当期の計上額には影響しないとしたがって2位になります。はい。まあこれもなかなか難しいですね。正直難しいと思います。なのでまああのまあ正解できなくても正直仕方がないかなというところでまあそういった問題が多いわけですね。だからまあ今回の担当は結構厳しいと言わざるを得ないというところです。はい。えー、それでは問題十七減損ですね。 現、えー、存はちょっとキャッシュフローのですね状況を簡単に図示しました。はい当期、えー、が ×3 年度期末こうです、ね、まあ、1年目から時系列に変えて ×3 期末、ここにいますよと。はいでこの資産グループから発生するキャッシュフローは毎期6万ですと。でただ、うん、資産 A と C が取り返されてで A が、まあ、これ×合×なんですね。この A が ×5 末に取り替えされるんですけども ×5 末の A の取り替えに関して A は売却価格がゼロですからまあキャッシュインないんですねただ取り替えに要した支出つまり C 資産22万払いますのでここでキャッシュアウトマイナス22とで一番最後これ ×9 末ですね ×9 末の段階でまあ資産 B のタイオネスが到来すると で資産 B の賞味売却は罰金末でゼロなんだけども取り返した資産 C の賞味売却額が2万あります。はい、でこれを割引計算していきます。まあ、年金減価係数または減価係数を使ってキャッシュを計算していくと。キャッシュを計算していくと。 これが十三万四千四百九になります。はい、十三万四千四百九でこれ使用価値ですね。使用価値。で賞味売却価格が、えー、ここか八年度末の資産 A と資産 B の賞味売却がかかります。でこれ売っても十一万ですから、えー、回収可能価格は。 使用価値これ商品開き額ですからはい使用価値がこれ回収可能額になりますよとはいで、えー、資産 A と B の当期末の簿価これ減価償却ね、えー、計算した後の簿価が十九万二千五百なんですね一応、えー、資産 A が八万でこれは減価償却 累計額額引いた額ですね A が当期末減税8万でで B が11万2500とでトータルで19万2500はいで、まあ、ここまで、ね、切り下げてきますから19万2500から13万4409引くと減損損失の額がこれ5万8091なんですねで5万8091とでこの問題問われているのが 資産,資産 B の減損処理後の母化、これが問われています。で、これ、問題部の指示からですね、えー、資産グループに生じた減損損失は、母化にもついて、各構成資産に配分するとありますので、えー、5万8091が減損損失として、えー、計上されましたら、えーまあ、この比率で減損損失を分けてあげるんですね。はいこの割合で。なので、5万8091をこの割合で分けてあげると、これ、資産。 B の方に、えー、3万3949かなとらえるはずなんですね5 8 0 9 1割る1 9 2 5ですねかけるそれ3万3949これ資産 B に入ってきますから3万3949ですねはいそしたらこの額が資産 B の母解になります まあこれもキャッシュロー把握を冷静にしていき資料の読み取りをですね迅速に行っていかなければなかなか厳しいかなと、まあ、あの今回の本試験全体に関していることなんですけどもまあ資料多いですね資料多いでこの後の問題18も資料多いしまあ計算量も多いのでなかなか難しいということが言えます、はい、では続いていきます問題18、えー、ソフトウェアですねこれも今お伝えした通り資料が多くてかつまあプロジェクト ABC がありますのでなかなかこう厳しいかなというところでえ見ていきます問われているのは えー、研究開発費、減価消費費、その他費用及び損失の合計額、まあ、このソフトウェアに関するですねべ、えー、ての、まあ、PL に計上されるような費用を求めていきましょうと、はい。で、いきますと、ちょっと簡単な図書いていきますね。えー、プロジェクト A は3年で、えー、無計コディシに計上する金額が4500円。 でこれは、まあ、当年度の機種、つまり ×4 年度の機種から販売を開始していると。はい4500スタートで,で,すかで、研究開発とか、ね、政策、ごめんなさい、研究開発費については、ね、これはもう以前に、ね、支出しているのでこ、当期関係ないですね。当期というのは ×5 年度ですね。×5 年度関係ないと。だから4500を半分していくと。で、ここ ×4 で、こっち ×5 ですね。なので2年後になります。ちなみに100、1500、まあ、均等配分額ですね。1, で で販売数量を基準にするとこれ1800になります。ちょっと計算のね、えー、根拠はまた各自見ておいてください、ね、計算してみてください。1800になりますので、えー、2年目末ごめんなさい、4年末でこれ2700、ね。でこれキントハイブックの安分で1350。でこれ見積もりの変更がありますので変更後のですね見積もりで消却するとこれ1512でこれが当期の消却費ですね。 でそうすると未消却算の中が1188になります。1188。ただ、見込み変更後の今後の販売収益が990ですから、ここで特別損失計上するんですね。はい。こっちか。ここで特別損失計上するんで、えー、これが198ですね。198、特損計上します。はい。これが損失ですね。これがプロジェクト A、ね、はい。ちょっと汚くて申し訳ないですね。で、プロジェクト B は、 はい、これは、まあ、この第3機種から販売開始したという、まあ、この第3機種の取り扱い、ね、これめったに見ないものになりますが、えー、見込み有効期間が3年で,で冬季末までですね1年の半分半年ですから、まあ、6で割ってあげると、えー、均等配分額が、うん、これ800になるんですね800と。で販売数量にもついて焼却すると、えー、これが。 600になりますので、当期の償却費、これ、抜後ですからね、抜後から返してますから、当期の償却費は800。見込み有効期間に基づく均等配分額、ですねこの市販機の取り扱い、期、まあ、中、第3市販機からですね販売開始したら、ですね、まあ、その6分の1を配分していくと。はいであとは、ですね、まあ、これ、忘れやすいと思いますけれども、プロジェクト B はですね当期研究開発費戦略0 0しいますので。 このですね、1200を計上してますので、まあ、この1200を入れていくと。はいで結局2,000ですかね B は。はい、で C のは5秒の訂正でもともとね無形駒での計上額が1,000だったんだけども。 えー、バスは年度に研究開発費として処理したシステムのうち2000はソフトウェアとして資産計上すべきだったとありますのでもともと3000ベースで2000プラスですよ1000プラス2000で3000のソフトウェアを、えー、計上したというベースで処理をしていけばいいのかなと。はい、な3000計上してで均等配分額が1000で数量ベースでこれ1500これ1年目ですね。で残り 均等配分が来る七百五十で,750でこれ数量別でいくとこれ九百七十五になりますはいなのでここが当期の消却費ちょっとね汚くて申し訳ないですけども A が九百九十八足す一五一二 B が千二百足す八百 C が九百七十五になります、ね、まあちょっとね説明不足で申し訳ないですがまあ一応こう動画をね停止してメモなんか取られる方は取ってみてくださいこれが C ですね九百七十五 B が当期の研究開発費に八、え、百、ー これは市販機の取り扱いで A は1510に特別損失がされちゃいけませんよということです、はいまあ、これも分量が、ね、ある程度ありますのでなかなか難しかったかなというところですはい、えー、それでは時間がね、えー、ちょっとなくなっていきましたが次が市販機になりますはい、えー、市販機につきましては まず、会計期間、四半期会計期間の PL を作る場合、ですね累計期間の PL を作成することが求められないとありますが、その会計期間 PL ですね、作るには必ず累計期間 PL が必須でした、で累計期間が原則で、でまあ、例えば第2四半期の3ヶ月情報を作るんであれば、6ヶ月情報を作った上で、つまり累計期間の情報を作った上で3ヶ月の PL を作らなければいけないと。 はい、だから必ず求められるということで、これ、ツですね。はい、で、うはですね、これ、四半期特有の処理ですね、四半期特有の処理の原価剤の繰延べ処理が、まあ、まいわば認められないみたいなです、ね、記述になってますので,こです、はい、これはツですよはいこれ、問題19は絶対に正解が必要です。はい、では、問題20ですね。問題20も企業結合の問題で、これも正解が必要な問題になります。えー、まず、e、ですね、e、は 観察可能な市場価格がない場合であっても、まあ、合理的に算定された価格を用いて、計算をしていくことが求められますので、えー、合理的に算定された価格を用いるのではなくというところで、これがになります、はいまあ、ちょっとここだけは判断難しかったかなというところですね。ただ、まあ、あと、うと、絵の部分から判断していただきたいと。絵、まあ、なんかはね、えー、これ以前でも担当でも出たし、講義の中でもね、えー、結構ここお伝えしている部分ですから、え、まあの丸 は判断できると思いますし、まあアンもねこれ判断できると思いますので、あと、A のまとと、う、まあ、もできるかなと、はいのれんまたは負ののれんを追加的に認識するってありますが、これ、×ですね、はいこれ市場ごめんなさい、特定の株式または社債の市場価格に依存する条件付き取得対価の場合は、ですねこれ将来の業績に依存する条件付き対価であれば、ですねのれんまた負ののれんを追加的に認識するんですけども、特定の社債また市場ごめんなさい特定の株式または社債の市場価格に依存する条件付き取得対価の場合は、 社債プレミアムの減少額、またはディスカウントの増加額を規則的に消却するということでした。でこれも企業結合の、ねえー、テキストの説明簿記の説明の中に入っていますので、まあ、重要性のランクは、ね、低いですけれども、えーまあ、ここ、ね、少しトピカルなところなのでできればやっていただきたいというところでお伝えをしていたので、えーまあ、なんとか、ね、その計算の部分からひねり出していただきたかったかなというところです。こ、はいまあ、この正当可能性はこうですねで問題21は、まあ、これはもう簡単な事業分離の問題ですからこれは特に説明はしていきません。 えーまあ、ちょっと注意すべき事項としては分離元企業アルファの識別化の純資産の母価が4600ですけれどもここには評価換算差額等が400入っていますので評価換算差額等抜いた株主の相当額これをベースに計算していかなければいけません。はい、ここだけ、ね、ちょっと難しいかなというか、まあ、うっかりしてしまうと間違えてしまいますね。 評価換算差額等を含めてしまうと、まあ、これ、直で評価したことになってしまいますからね、相対有価証券なんかはい。いでも、アルファ事業というのはですね自分のところから分離していくものにありますから、ボカをベースに計算していかなければいけません。ということで、まあ、評価換算差額等を抜いて、えー、ボカベースで、えー、考えていく必要がありましたはと、い。まあ、ここは極めて簡単な事業分ですから、解説の方は割愛させていただきますし、これも絶対に正解が必要になってきます。はいじゃあ、最後、税効果会計ですね、見ていきましょうか。理論ですね。 で税込み会計はその他、有価証券の評価差額に関する税率変更の会計処理で法人税等調整額に加減するとありますが、はい、これは評価差額に加減算していきますから包丁が出てくる時点でバツですね。はい、では、今未実現利益の税効果です、ね、売却元の売却年度の税率を使いますけれども未実現損益消去の税効果というのは回収可能性を検討する必要ないんですね。まあ 未実現利益を消去する際の連結上の税効果っていうのは例外的に繰延法的発想で繰延法ってのは将来に目を向けてないですよね今に目を向けてますからっていうことは回収するとかしないとかって関係ないわけですよ。将来っていう出てきた時点でこれ繰延法の考えではないのでこの時点でもう今は罰ですね。まあ仮にこの内容がよく分かんなかったとしても繰延法がちゃんと分かっていれば繰延イコール現在ですから繰延法に将来が絡んでくるっていうところでもうね違和感感じて罰にしていただければと思いますしできなければいけないと。 いう問題ですのでこれは必ず正解が必要です。はい、えー、ということでだいぶ早口になりましたで相互問題に関しましては、えー、正当可能性がまあ高いと考えられる23と25を取って、えー、残りの4つですね、えー、ここの中からもう1つぐらい取ればまあ御の字かなというところですね、まあ、ちょっと決算日の差異がありますのでそれがなければそんなに難しい問題では正直ないんですけれども、えーまあ、決算日差異という時点でですねもうタイムテーブルが作れなかったりだとか、まあ、諦めちゃったっていう方もいると思いますので、えー、まあボーダーとしてはですね少し下がると思ってください。 はい、で逆に決算ミサイルのね対策を立てられていた方は23242526かなこれ4つは取れると思いますんでまあ是非是非ね、えー、また復習の時2五線なんかはね、えーまあ、次の五活の時にやっていただければ、えー、非常にいい教材になるかなと思います。 はい、ということで、えーまあ、だいぶ駆け足になりましたけれども、えー、簡単な解説速報動画を、ね、お伝えさせていただきましたただ冒頭申し上げた通りですね、非常に難易度が高い難しい、ね、あの問題になりましたので、えー、なかなか、ね、こう高得点を取られた方っていうのはですね、えー、少ないと、えー、考えられます。なので、まあ 出来が悪いとねさっきも言った通りなかなかこう立ち直れないという人もいるかと思いますけれども、まあ、思っている以上にみんなもねあのできていないというパターンが、ね、ありますのでまたこう気持ちを切り替えて自分の、ねえー、点数というものを見直し、えー、また次に向けてですね情報収集をして、えー、また、ね、意思決定をしていくということです、ねまあなかなか現実に目を向けたくないという人もいると思いますけれども、まあ、なんとかね、えー、ここ1週間ぐらいの間に、えー、まあ次のですね選択というものをしていただければと思います。はい えー、それでは簡単になりますけれども財務会計論の担当式本試験、えー、解説速報動画を終わらせていただきます、えー、今日はですね皆さん本当にお疲れ様でした